でゆっくり目を開けてください。おはようございます。はあ、夏に入りましたね。こんばんは。みんなもう夏休みも入ったよね。みんな入ったよ。いいね。始まりがあるものに、なんかもう一個あるんですよ。何でしたっけ。始まりがあるものに、もう一個終わり。終わりもあるよね。だから今日は我々のコースの最後のレッスンだね。コースをもう4ヶ月間毎週毎週朝一で起きて、もう7時までに来てくれて本当にね、拍手。子供たちは素晴らしい。みんな、はい、よくやってきましたね。はい、始まりがあるものには終わりがあるね。まあ、コースは始まったから終わる。始まりがないものには終わりもない。始まりがないものって何かある？何かあるんでしたっけ？話？ん？話？お母さんたちがなんか話してるときに、はい、いつの間にか喋ってる。そうだね。お母さんの話は始まりもないね、終わりもないけど、まあ、どこかあるでしょう。ここあるんですよ、始まりもがないもの。なんだろう。はい、考えてみてください。数字？数字は、数字も始まったでしょ、ゼロから。また最後にまたゼロに戻るでしょ。うん、言おうか。誰もいい、お親御さん誰か。始まりがないもの、なんだろう。我々がみんな持ってるんですよ。近い、近い、命、近い、近い、もっと近い。エネルギー、エネルギーだ。エネルギーに始まりがあるの？ない、ないもの。エネルギーに始まりがないから、エネルギーは終わりもない。そうだね。エネルギーはいろんな形をとって、またその形から、この形から、この形、この形から、この形から変わるだけであって、エネルギー自体がなんか、終わるですか？終わらない。後で多分科学で出てくるでしょう、この話。はい。今日は、復習したいんですけど、はい。じゃあみんな、今までのレッスンで印象に残ったもの一つ一つ教えて。はい、先週の割り算。あ、割り算だね。はい、あれは印象に残ってる。そうだね、先週のものだけ残ってるね。その前のやつは？はい、筆算の引き算だね。あ、そうだ。じゃあ一個一個やってみようか。じゃあみんなね、復習してみようね。じゃあ例えば5 6 3 4 2 9 4 2、引き算。そしたら覚えてる方法。じゃあまず最初左からやっちゃえばもう終わりだよね。じゃあみんなでやろう今日。OK、 まずは2。あ、そうだね、5引く2は3だけど、ここ助けないといけないから2を入れるね。2入れて、その1をちょっとここに入れる。はい、じゃあ次7、
7だね。16-9は7かか。ああ、だね、6だね。いや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 、7解こうとして、ここ助けなきゃいけないから。6にしよう。じゃあ次こっち、あそこのこの位置を助けたものをここに書く。13-4は9。書く？書いてもいい。書いてもいい。書いてもいいね。はい、書いていい。はい、最後は2。それだけ。どんなに大きい質問でも答えが普通に出ちゃうでしょ。何でも答えがワンラインで暗算で、もうあんまりたくさん書かなくてペンやペアもやらずに出ちゃうね。引き算は、あ、じゃあ引き算で、引き算いったらね、はい、これだよね。はい、 OK、 グッドグッド。じゃあ次印象に残ったもの言って。誰だろう、あやかちゃんでしたっけ、さっき。はい、すべては9から最後は10。あ、すべては9から最後は10。これも引き算だったんだね。で、例えばじゃあ100万、100万から、じゃあ例えば274,656を引こう。それから答えは、すぐ出るね。すべては9から引いて最後10からだけじゃん。ここは1書くの？1書かないね。じゃあまずは目まで言って。まず9-2は7。次9-7は2。ここで止めるよ。ここは次みんなで5。はい、次3、次4、次4だね。最後だけ10からいくね。はあ、でも一つ忘れてるよ。何か忘れちゃった？1。この1はなくなるんだよ。 最初のこの1だけなくなるでしょ。だからもうやっちゃうからね。はい、それだけ。じゃあ次誰が、レナのチャンスだ。じゃあレナちゃん、いや、みんなにあげるよ、チャンス。足し算だね。足し算やってみよう、次。じゃあ例えば4-5-3-9-7-6。じゃあ次はここに何かどうな、5-6-8-2-4-1。で、足し算しようと、ボンとワンラインで、ああ答え出ないといけないですね。じゃあ左から始まるね、みんなで、みんなで。じゃあ一番最初は4+5は9、書こうとするんですけど、ここから誰か来るんですよ。ここ家だね。これは一個一個家だね。これ各家に9人しかいられないんだよ。10人ね、生まれたらもう違う家に移っちゃうでしょ。だからじゃあここは9書こうとするんですけど、ここ9以上いるね。だからここに1人来るのよ。じゃあだから9+1は10で返しちゃうね。はい、じゃあ次ここは5+6は11だけど、1は行っちゃったから今残ってるのは1を書こうとするんですが、え、またここから、この家から誰か来るのよ。あ、じゃあ2にしちゃう。じゃあ次ここも 2? あ、そうだね。ここは2。あれ、ここも2なんだ。え、なんか面白いな。ここは2。あ、ここ1だね。誰もこの家から来てない。じゃあ最後は7。それだけだね。それだけだね。102万2217。あ、OKOKOK。 はい、じゃあ次誰だ。さっきみゆちゃん、はい、なんか覚えたやつ。バー数字のやつだね。バー数字のどっちが選ぼうか。バー数字の引き算と言ってました。バー数字の引き算なんだ。じゃあ行ってみよう。はい、で、
34引く152にしようか。それを倍数字を使って引き算するって。倍数字それは倍数字ってする。どうする。ぼや3引く1は2。そのまま書くね。この倍数字のやり方だったらこの前この書いて書いちゃおう。3引く1は2。3引く5は倍にだこれ。はい、でそのまま書く。もうじゃあ次は4引く2は2。はい、じゃあ最後に2倍2だけを普通の数字に変えると 2倍2は20引く2だから、ここは182だね。終わり。よく覚えてね。いいねみんな。 OK。 はい、なんかある？え？あ、そうだね、基本だよね。あ、これもさ、最後にやろう。そうだね。はい。はい。ベースの掛け算。そうだね、ベースの掛け算。そうだね、それもや、それもじゃあ後でやりましょう。はい。他に？もう一個あるんですよ。指の掛け算でしょ。覚えてる？あ、こっちこっちこっち。7×8 を手の指を使ってやります。左は左、まあ、そうだね、ここは2桁の掛け算だから、これは左の数字、これは右の数字。はい、じゃあまず最初はもう指に、ね、番号をつけて、数字つけて。まず5はどこ、どっち。5番目の指は、ああそう、これだね、これは5番目。はい、6番はこれ。はい、7 8、はい、9、これだね。はい、で今は 7×8、 左は7、右8。だから立ってる指が10の位になって、くっついてる指で掛け算すると 2×3 が6で、答えは56です。拍手。よく覚えてるね、素晴らしい。で、じゃあ今、そうだね、今いくつか出たものを簡単に掛け算と割り算だね。掛け算と割り算だけ簡単に復習しよう。はい、準備できた？どこからスタートしようかな。ベースの掛け算と言ってましたね。じゃあベースの掛け算やってみよう。ベースって何？10の乗数だから10。その後は100、1000、そんな感じだね。はい、ベースに近い数字の掛け算は結構楽。じゃあ例えば94×97 だったら答えはもうやらなくて、答えが出せないといけない。じゃあ、石田君、答えは質問見たらすぐ答え出ないといけない。私の答え出ましたよ。うん、はい、答え出ましたよ。答えはれなちゃん、はい、アクション。それだけなんだよ。じゃあ終わり。え？じゃあやってみようか。はい、今ベースは100だね。この数字は100に近いからベースは100で、94はベースからどのくらい離れてる？6をどう書く？マイナス06。はい、こっちはマイナス03。さあ、はい、答えは2桁ずつ出ます。ここは斜め、ここでもいいし、ここでもいい。答えは、左の答えは94引く3は
91、右の方は単にこの2つをかけるだけ。答えは18。だから91、18、それで終わり。それだけでね。友達に教えた、学校でこれやり方教えてない？教えてね。はい、はい、知識はあげるほどたまるんだよ。うん、じゃあ次、あつやくんが言ってたね、これだね。はい、縦と斜め方向での掛け算、名前は、その掛け算の名前は一般の掛け算だね。一般の掛け算。 OK。 例えば21×23、 答えは、じゃあ厚木くん答え。まずは4、次6、これは6だね。あとこれもあるね、重ねてくれね。あ、6足す2は8。はい、最後は4で3。はい、拍手。これだけで何かあった。まず縦 2×2 の掛け算で4。次、斜めの掛け算を足す。2×3 足す 2×1 は8。最後にまた縦。1×3 で3。それだけしてあげるね。覚えてるみんな？ここはいつ使う？この掛け算はいつ使う？数字はベースに近いとき使うんですか？遠いときに。これはまあどこでも使える掛け算だから、これ一般の掛け算と言ってね。あともう一個の掛け算あるね。特別になんか近道とかなんかあるね。特別の掛け算、あ、例えばこれだよ。34×36 はどうなる？ルールがあるんですよ。簡単なルール。すべて掛け算やらなくていい。はい、あおんちゃん。横の数が同じ数。そうだね。まず左の数だね。左の数が同じで、右の数は？あ、足すと10だから答えが簡単に出る。答えは2桁ずつ出るね。まあ、ここは2桁かもしれないし1桁かもしれないけど、ここは2桁ずつ出るね。ここは2桁、ここは1桁か2桁。3×3× その次の数字、3の次の数字は、いや 3×4 は12、終わり。次は右は単に 4×6 で、 4×6 で 24。 覚えてる？全然覚えなくてもいい。でもこんな感じで掛け算は結構楽と感じてくれればそれで私満足。 OK？ はい、だってもう一個ね。例えば43×11、 11との掛け算は結構簡単だったね。覚えてる誰か？はい、じゃあ伊勢くん。473、どうやってきた？4と3は4と3をそのまま書くね。ちょっと
ちょっと離して書くだけ。間に4たす3で7。それで終わり。思い出して。それだけだったね。こんな感じでたくさんあるでしょ、ここに。あったよね。で、まあ、じゃあ次、割り算もやってみよう。割り算の、ベースの割り算やってた？やってた？やってない？やってた。例えば、じゃあ2、1、2、2、割る、9。そうだ、我々は書き方を変えたね。我々はもう割り算の書き方も変えてしまいましたよ。はい、答えはポンと出るね。9で割る、9はベースに近いから。はい、答えはみんなで言って覚えてれば。まずは、まずは2はそのまま。次、2たす1で次3たす2で最後に来たから余りは5たす2でそれだけ。あとは、あと何回やったんですっけ、さっきの先週の割り算だな。あれは、あれは名前は何、あれは直接割り算だったね。それは一般の割り算。あ、そうだ、ベースの掛け算の下に私ベースの割り算もしたから、じゃあ合格。ここがベースの掛け算と割り算。じゃあ次、ここは一般の掛け算の下に私一般の割り算をやりますよ。例えばじゃあ209÷52。はそうだね、52は、52の場合は2をどこに書く？ちょっと肌に上げて書くね。答えは覚えてる？じゃあまず何をしないといけない？じゃあやろう。まず線を引かないといけないね。あたりに1桁あるから、1桁右側で線を引いた。 OK、 次少し20で余りがなくて、はい、で9、2、4が8で、うん、9-8が1だから余り1。終わり、拍手。学校で教えた？みんなね。教えてない。え、でも夏休み入ってからになったの。足や。じゃあ帰ってからね、学校開けたからもうちゃんとね、インド式数学の紹介レッスンと宣言してね。で、みんな自分の学校でもう1時間今我々やってるだけでもいいし、じゃあみんな行って、はい、そこで教えてね、一個一個。はい、もの先生にも教えて、いいよ、みんなに座ってもらって教えてね。はい、あ、先生時間取ってくださいって言わない、怖いんだ。そうだね、じゃあ私も怖いな。はい、だからじゃあその場合はどうする、ちょっとゆっくりだよ、こんな感じじゃないよ、いけないよ。はい、はい、今日はインド式数学を教えたいと思います。先生が怖い、時間取ってくれない。じゃあこれスイートだけにしよう、まあ、しょうがない。そうだね、じゃあまあ1時間じゃなくてもいいから50分でいいですよ。50分も足らないの？多くて25分か。じゃあ30分、25分か。じゃあ最初の25分は先生、その残りの時間は生徒。 OK？ はい、何でもいいから教えたい。はい、はい、これはやったね、これやったね、これ覚えたね、みんな。で、まず 20÷5 は4で、余りは0だから、一応余ってるのは9で、で次は 2×4 は8、8を9から引くと1、それは余り。割り算、掛け算、引き算、それだけだね、やってるのは。割り算 20÷5、 掛け算 2×4、 引き算 9×8、 これだけ。よく覚えたね、すごい。え、特別の割り算
特別のマリさん教えた？教えてる？なんか？例えば3、8、5割る11。11っていうのは割る算は結構楽なんですよ。教えた？忘れちゃったんですよ、実は。はい、忘れちゃったんだよ。だからちゃんと聞いて。はい、これからもう一個私ね、復習したら、あれ11との割り算を教えてないと気づいた。じゃあちゃんと聞いてね。はい、11との掛け算は結構楽だったでしょ。同じように11との割り算も結構楽なんですよ。やってみる？推測して、誰か推測できる？レナちゃんできるでしょ。はい、方法、はい、最初はやり方掛け算は割り算の反対だから、掛け算、そうだね、掛け算は割り算、割り算は掛け算の反対ですね。はい、逆だから、3185÷11だと3+5して8になってるから、はい、35×11だったら3+5で8になって385になるから、はい、答えは35。拍手。そうなんだよ、このルールを逆にするとこのルールなんですよ。そう、見てみると 3+5 は8になってるから、これは普通に11だろ。割ると答えはこの3とこの5だけね。そうなんですよ。だから実はね、後でまあ今じゃなくて言ったらね、もうちょっと大きくなってからでもいいんですけど、このやり方はもうね、あ、これだ、このやり方、その直接割り算はこの一般のこの掛け算を逆にするんでしたら、この方法が出てくるんですよ。はい、後で考えてみてね。じゃあもう一個あるんですよ。もう一個の方法を教えますか。ここ何でも割る11で割る場合は、まず3はそのまま書くのよ。次は8-3=5、最後に来たから5-5は0。終わり。そうなんだ、教えて。ここと近いね、ここと近いね、先生。はい、はい、もう一回やってみようか。はい、いいね、そんな感じで聞くのよ。はい、はい、遠慮しないでね。僕は絶対遠慮しない。うちのママはいつも私に教えてくれたのは、遠慮は2つの時は遠慮しちゃいけない。1個はなんか勉強してる時、もう1個は食べてる時。はい、はい、遠慮しない。はい、で、それだけ。じゃあまず何でも11で割るときに、あなたのために教えてる。そうだね、この3をそのまま書く。次は 8-3 は5、次は 5-5。 じゃあ例えばやってみようか。もう一個、3、8、9にしようか。割る11、これ難しいな。じゃあ答えは、まず3はそのまま、次は8-3で、次は4、最後に来たから、はい、それだけなんですよ。これはもう終わり。他に何か覚えてる？多分まあそんな感じだよね。まあ他はまあいろいろあるし、まあ実は教えたいことたくさんあるけど、まず食器はこれで終了したいです。はい、ジュープレックスはまた中級で復習しよう。はい、中級のために教えたものだから。
で、大切なこと一個聞きたいんですよ。インド文化ではね、何でも例えば学んだら最後にね、先生にお礼をあげなきゃいけないんですよ。先生なんか聞くんですよ、最後に。先生が聞いたものを先生にあげなきゃいけないね。インド文化では、まあ、教育と、あとは何でしたっけ、医療は結構本当に大切なもので、まあ、基本的にはもうお金も取らない文化なんですね。で、このコースはみんな楽しかった？楽しかったでしょ？はい。で、私なんか欲しいんですよ。返して、なんか返して欲しいんですよ。はい。何度も？いや、ありがとうってすまない。私欲しいのは約束が欲しい。何の約束かというと、君たちみんな素晴らしい人間に成長してほしいですね。それは約束。そもそも人間って誰？人間って誰？人。はい。人間って誰？自分。自分。じゃあ自分は人間だと、人間ってそもそも誰？友達。いや、友達じゃない。そもそも人間って誰？ゼロ。猿から始める。人数。数字じゃない、数字じゃない、エネルギー。親御さんはどう考えてるんですか？人間ってそろそろ、そもそも誰？イエローさん。そもそも我々は誰？人間ということは何か知らないで、我々は人間という言葉を使っちゃいけないんですよ。そもそも人間って誰と言ったら、え、猿さんか、いいね。それ動物だよ。猿は動物。あ、一緒？もちろん。チンパンジー。チンパンジーとか猿とか人間と一緒？だって人間は先生から進化した。進化したことは知らないけど、違いがあるかどうかだけ。そういうこと言ってたら銘柄通りになっちゃう。しゃべりな。いや、あるの。え、チンパンジーって悪いの？いや、動物と人間の違いあるのよ。ある？ない？ある。何がある？しゃべれない。しゃべる、うちがしゃべる。はい。あとは頭、うん、考える、頭いいね、うち。でもマナティーってやね、他人間としゃべれるけど、口がなんか頭にはい。それだけ。ちゃんと聞いて。人間、動物の人生は、例えば猿として生まれて、猿として死ぬわけ。はい。食べる、寝る、起きる、子供たくさん産む、まだ食べる、寝る、終わり。それだけだね。それは動物だね。人間と同じ？人間だって同じ？じゃあちゃんと聞いて、人間って誰か言ってるのよね。人間は種です。人間は種で、実際その種にはね、すっごいポテンシャルがあるんですよ。ポテンシャルって知ってる？潜在能力、力なんでね。例えばあのピーの種ってちっちゃいでしょ。でもそれをちゃんと種をまくと、木がすっごい大きい木になるでしょ。ならない？なるよね。で、だからそれなんですよ。人間も同じく、人間ということは何？一つの種なんですよ。え、例えば私たくさん種持ってたくさん巻いたら全て発芽するんですか？全ての種が発芽するんですか？
しないでしょ。たくさんの種が虫に食べられちゃうでしょ。虫が、猿が食べるか、猿が食べるかもしれないね。はい、そうだね。で、人間もそうなんですよ。我々みんなも種なんですが、みんな発芽するわけではないんですよ。だから私は君たちをみんな発芽して、どん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 成長していってほしいんですね。これは、これらは誰、誰、君たちです。これは君たちですよ。で、発芽したら少し、少し、ここだね、ここは発芽した。でもな、でももうちょっと大きくなった。ここももうちょっと、これでかすぎる？いえ、だからどれぐらい成長したかってどうやって分かる？分かる？ちゃんとこれも覚えて。人間の成長、例えば私190センチだよ、結構成長した。あと190センチ成長した方がいい？でもそれじゃないね、それ違うね、その成長じゃないよ、その成長じゃない。人間の成長は2つなんです。2つに依存します。1個はどれぐらい大きな夢を見てるか。成長するのに何をするべき？1個夢を見る、あとは夢を実現する。夢を見るだけで終わり？たくさん夢を見ました、それだけでいいですか？ダメでしょ。人間の成長はその人間がどれぐらい大きい夢を見てるかと、あとはその夢が実現してるかで決まるんですよ。例えばこの人はこれだけのちっちゃい夢を見た。この人の成長はこれだけ。この人はこれぐらいの夢を見た。だからこのぐらいのこの人の成長はここなんですよ。え、夢ってどのような夢？実は夢も2種類あるんですよ。なんか夢と、はい、Okay、 例えば夢だな、どのような夢を見ればいい？例を挙げて。例えば私は大きくなって何々、例えば自分が大きくなって何々になりたいとは、それは夢じゃないんですよ、それはダメ。何々になる夢じゃない、何々をする夢をしなってきたんですよ。で、2種類の夢あるんですよ。一つは自分のだけの夢、もう一つはみんなのための夢。そこで秘密のことは、自分だけの夢を見ると、そう、例えばここは自分だけの夢、それを実現するためにはね、全て自分で頑張らないといけないんですよ。でも例えばここは自分じゃない、みんなのための夢だったら、自分があんまり、自分が少しだけ努力すれば残りは自然がやってくれるんですよ。例えば私の夢を言っておこうか、秘密のこと言っちゃおう。世界は私関係ない。私の夢は日本のすべての子供たちにインド式数学を教えること。はい、それは私の夢ですよ。それは自分のための夢、みんなのためでした、みんなのためだね。実はそれはね、すっごいでかい夢なんですね、私の。もっと大きいかもしれないね。で私、僕こっちこっちこっち、はい、僕はじゃあここだ、これは私。で、私今こんなでかいんですよ、実は。でも今は実現ちょっとずつできてますよ。誰が言ってくれた？誰が実現してくれた？誰が実現してくれた？君たちみんななんですよ。はい、
これは私の夢。でも君たちはまず君たちも教えたでしょ、私。だから君たちはもうちゃんとやってくれてるんでしょ。朝起きてるでしょ、毎日毎週毎週朝来てるでしょ。もう親御さんもちゃんと来てるし、起きてもらってるでしょ。だから親御さんも結構やってるでしょ、この夢で。これ親御さんの分やってくれてる。あとはこの素晴らしい場所をくれたマナさんいるでしょ。マナさんですね。マナさんも実現してくれてる。じゃあみんなたくさんの人がやってくれてるわけ。でかい。でかい。じゃあ僕が、僕の努力はどこ？僕がやったんですか、それすべて、この夢実現？僕の仕事は結構簡単ですよ。間を埋めるだけ。ここだ。ちょっと間を埋めるだけなんですよ、僕。分かった？夢はみんなのために見ると実現は結果簡単なんですよ。で、今もこれ君たちはここですね。もう私は日本全体の子供たちを教えたいでしょ。何億かもしれないけどね。人口多いよ。はい、はい、そうだね。でも誰かもう言ってるんですよ、実は。誰でしょう。いや、誰かやってるんですよ、その夢を。ここだけじゃなくて私の夢はもっとでっかい。何万人の子供たちに教えたい。先生の知り合いの先生。知り合いじゃない、先生をね、みんな撮ってる。君たちみんな教えるよ。はい、みんな先生だでしょ、次。君たちはみんな後で学校で教えるでしょ。それを聞いたら、ああ、いいねと思って、また電話していくでしょ。あともう一個あるね、YouTube あるでしょ。YouTube もあるんですよ。YouTube も私の夢を実現していきます。これも YouTube。でしょ？だから、こんな感じで、こんな感じで、はい、先生に約束は、みんなどん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 人間として成長していくこと。成長、人間として成長するのは何をしないといけない？夢を見る。もう一個は夢を実現する。わかりました？はい、それだけです。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。